い、皆様こんにちは。テニスのつぼけいでございます。デルレイビーチオープンの3回戦となっております。3回戦の相手はプラタップ選手、めっちゃ疲れてるのかな、はい、というふうな感じになります。はい、3回戦ということで、今ベスト16ですね。ATP250 なのにね、なぜか64ドローという大会です。このゲームは結構グランドスラム以外は全大会64ドローっていうのがねデフォっていうところがあって、うわー危ない。 OK、64ドローなんですよね。ので、ベスト16だと何点入るんだ、多分20点かな、だと思います。で、ベスト8で45点、 ATP250 のね実際のルールだと、ベスト8で45点で、ベスト4で90点、準優勝で150点、優勝で250点っていうのが、ATP250 ツアーのポイントですね。なんで多分20点だと思います。まあ、そもそもってね、このなんだ、何言うか忘れました頑張っていきましょうはい、というわけで、キリのいいとこまでカットします。はい、というわけで、ブレイクすることができました。いいですね、このロブボレー。というわけで、ゲームカウントは 2-0 です。4ゲーム先取になっております。よし、いいですね。ツアーが止まってる今だからこそ楽しい動画をお届けしたいっていう気持ち。強気にいける。おーしいですね。やっぱりね、塩川選手の今のね、調子も結構いいみたいですね。今のね、西岡選手の能力値64っていうのが能力値なんですけれども、今66の力が出せてるみたいです。この能力値っていうのも何をもってね、まあ一応66相当の今パワーを出せてる状態のようです。確かね、今年の最初あたりが30ぐらい、32とか34とかの力しか出せないっていう状態だったんですけれども、今ねかなり調子良さそう。というわけで、まあこのクラスの選手には、負けないだろうと、負けたくないなという感じですね。はい、というわけで、3-0、一応相手は第9シードなんですが、まあね、現実の32ドローの大会、ATP250、32ドローですから、本来は、まあ、32、まあ、28ドローが多いですけどね、32ドローの大会だったらシードがつかないレベルの選手というところで、まあ、そこには負けたくないなと、調子もいいし。まあ、普通にラリーをしていっ
って、うん、甘くなったら前に出るで十分ポイントが取れるような気がします。いまだにショットがうまく出ない時がある。甘い。おお、でもなぜか取れた。さあ、このゲームでまあ一応終わらしたいですね。いいアプローチ。また落とす。これをこれナイス。さあサディオール、ヒゲがちょっと特徴的ですね。この真ん中だけないヒゲなのか、ちょっともみあげなのか、ちょっとおしゃれスタイルな選手、ちょっとおしゃれな、もみあげですかね。ヒゲというよりはちょっともみあげなんだと思いますが、おしゃれなプラタップ選手。どこの国旗だろう。なんかノルウェーとかそういうのに似てる気がしますが、配色的にはどこなのかな。まあいいか。よし、アプローチ、これなら甘くても決まると。さあジュース、ジュースはノーワードなんでこのポイントで決まります。マッチポイント。OK でしょう。おー、ネットを通過しましたね。ネットを戻りましたね。いや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 、うん、そういうのはやめてほしいんですけどね、マナー違反ですから、はい。というわけで、3回戦を勝つことができました。ちょっとネットを、通り抜けるのはちょっとマナー違反なんでやめた方がいいですね。はい、まあ若干のマナー違反もありましたが、はい、1、2、3回戦とね、4-0、4-0、4-0とね、勝ち進むことができました。次はイズナー選手との、準々決勝となります。はい、ベスト8に残った選手はこんな感じですね。実在選手は、トミーポール選手は実在ですね。その下だとクシュキン選手は実在です。あとはちょっと誰だかわからない。あ、もちろんイズナーは実在ですね。ということで、まあね、ここまで来たら優勝を目指してやりたいと思いますんで、まあ、とりあえず次回は、クォーターファイナルベスト、4決めの試合になります。はい、では今回おしまいです。ありがとうございました。